はい、皆さんこんにちは。元気だなおじです。さあ今回は あの話題です、ね、もう迷った時は現場に戻る、ね、当時の状況、ね、あの時に一度戻りましょう、ね、タイムスリップする必要があります、ね、はい、今回はちょっと限定されるかな、これね、今回の動画はね、あんまりその生々しいようなねお話とか、なんか見たくないとかね、そういう方は見ない方がいいと思いますね。はい、国民として真実を知る権利があります。推理の情報提供になります。事件の解決はあらゆる仮説を立てることから始まります。そして、真実への絞り込みは仮説を崩していく消去法で行います。それでね、今回のね、件なんだけどこちらです。当日テレビ報道で散々流れたシャツが血液で汚れてた画像が見たいですね。これは過去にねもう散々配布したよね、これね。でまあ機械なんでね、まあ、こういう機械なんで、そのただ見てみたいっていう興味本位だったらやめた方がいい、ね、で今日さっきの一回おじい の、あのこの仮説があって、で福島教授の会見内容皆さんがね言ってくれて、であこっちでってね、こうだよねって、あで一回崩壊したんだけど、まだ捨てきれないで、まだご飯食べてないんだよ。それで一回現場に戻る。で福島教授はあの時に、ね、まあ、前回の動画を見て、ね、その心境に戻ると分かってないわけだから、福島教授の見立ての分かっているのは傷が1個と重傷が2つで、どれがどうなったかっていうのは分かっていない。だから記者たちの誘導である、だから困ってる顔をする、だからそこのところが分かったので、もうだから一度そのもう一番大切な軸がブレていたら上が全部ブレるんです。だから最初にね言ってた通り、もう固めた基盤ね、ここがまだブレてたんです。福島教授のことがよく分かってなかったから、これが分かったので現場に一回戻る必要があります。で、これねこんな状況で、この元画像はダウンローダー、これ視聴者様からね終戦前のやつ提供いただいたのをそのまんまアップローダーに上げたので、この動画の説明欄からね、ダウンロードできます。まあ、長い期間、3ヶ月ぐらいにしといたんで、まあ、すぐに消えないんで、ね、それをもとにちょっと解説していきます。であと AED とかね、もう拭いちゃった後のやつとかね、あとこうやってワイシャツ出てきてこう血だらけのやつもあるんだけども、これが一番もう元になってるので直後なんで、これをいきます。それでまあ、ダウンロードしてもらったら、まあ、見どころ、ね、まあ、手のところはマイクを持っていたものとして、こういう映像になります。まあ、これが笑ってる人が頭支えてるっていうね、その画像になります。笑ってる人と暗いスナイパーだか、なんでスナイパーだか、なんで暗いスタイラーか、ね、の何をちゃんっていうね、その噂の2つ、ね、それの元になった画像です。例 の、あのここが無修正バージョンです。で報道とか最初の頃は新聞とかもね全部血だらけだ、当時の新聞なんか 見てる方はおじい新聞撮ってないから分かんないけど、全部本当だ、新聞見返したら血だらけだね、そういったコメントがありました。当時のね新聞
どれくらい前だったかな、確か。まだね、まだ半月以内だと思うけどな。新聞を読み返したら、何新聞出てきたのか。ちょっと待ってね、何日前だったかな。そんなにおじいの記憶に残ってるぐらいだからね、そんなに昔じゃないんだよね。これかな、当時の、でも違うな。当時の新聞。出てこないね。いっぱいパン食らってるからね。分かんなくて当然だよね。もう当時のね、新聞物語るんで、新聞撮ってる方はその当時の新聞、写真見た方がね早いと思う。これね。それで、ダウンロードしていただいたら、こんな画像になってて。でこれをね、思いっきりね、こうやって拡大してみてもらいたいのよ。こうして思いっきりこうやってね、拡大してみていただきたい。でどこのところを見ていただきたいかというと、返り血を浴びて、この顎とかここら辺もね、こうやってくっついてるんだね、血がね。でシャツとかにじんでるのと、あとここのところだね。もうここがどれぐらい肉がね、すごいことになって入っていったのかっていうのが見て取れると思います。これはね、色が違うから本当に。それで、これを見ていただいて、要は方向、これがね、こうしてピュンしてね、パチンコ玉が飛んできて、要はこう入るよね。でもパチンコ玉がこっから入ってきてこっちに行く、すると血が出ないでしょ、ここに。でじゃあ正面からここに当たる、でこっちに行く、この血が帰り血を浴びて、ここのね、でここが一度いんだよ確かに。でこう浴びてシャツにもついてっていうね、向きから言うとこっち側がひどいので、だこっちからこうやってやられて奥に行っても中に入ったんだったらここに出ないので、やっぱりこっちからこう行ってピュッてこう行ってこっちに行った可能性もゼロではないんだよね。だからこれがね、上からこっち側からこう入ってパンって出たものなのか、こっち側からパンって入って血が飛んだものなのか、そこのところをね、まず基本に戻って見る必要があるんじゃないかなと思います。これはね、本当に修正前なんで、当時の新聞とかね、報道で使われたものなんで、で後からモザイクとか消しゴムなんかでね、色を合わせて消してるんで、血を。だからそれを見、情弱な人たちはそれを見てね、撃たれたのに血が何にも出てないしてね、演技だしてそうやって騒いでたの、当時はね。だからそこら辺の情報を求めていたら、視聴者さんが探してくれてね、当時のこれが無修正版だと思いますよっていうことで教えてもらいました、ね。
だこれを見て血が出てないとかね、大したことないみたいな、あの演技だとかね、生きてるんだとかね、そういうくだらないことを言ってる人たちはあの反省しなさいっていうね、まあ、そんな感じでやってきました。まあ、あのいろいろあるよ、あの音の解析、あのバーンピュッバーンが、このピュッが2つ重なってるっていう、でおじいもそれ見返してたんだよ。であのバーンとノイズを除去してドキューンってなってる音でね、分かりやすくしてくれたやつがあって、でそこに2つ重なってるっていう、だからピュンピュンなんかピュクンみたいなね、なんかピュンピュンってね、なんかピュンピュンみたいな、あのこれって同時なんだけど2つあるっていうのがね、あれ何だったのかなと思うと、そうなんです、マイクね、だからカジキリ音でしょって言ったけど、マイクから音拾うから、だからあのピョンと、あとこあのあれだね、これがピチョンって当たったのとかも、だから両方入ったんだね、2つだから同時にパンパンって入ってるっていう、あの音の解析をもらったんだよ、皆さんにも配布したけどね、あの欲しい方がいたらまた言って配布するからね、そんなわけでまあそこ見ましょう。それで、パチンコ玉が当たった場合、パチンコ玉のようなものね、丸いものが当たった場合は傷口がひどくなるってね、ドクターパパも言っておりました。だから中に入るためには先端がね、こういう弾が出ないとクイッとこう回転してね、こうやってこう入っていけないけど、丸い玉だと要はこの組織を壊すと破壊するから傷口がひどいんだっていうね。でこの写真を拡大してみると、あーひどそう、パチンコ玉入ったって、まあそうかもしれないなっていうように納得できるんだよ、これが納得できるの、グーって見ると。だからあのそっからおじいはあのいや山上リアルで撃ったんじゃねえって思うようになったんだよ。で角度的にも一致するよねとかね、でマイクを持ってあのねこうやって拳をこうしてマイクを持ってこうしたらこの角度になるから、んってやるとちょうど角度も合うからね、あやっぱり山上じゃねっつって、でそれでほぼ固まったんだよね。その仮説はまだ大きくは崩れてないと思う。で選挙カーのぶち抜きとパーキングの方とこう並ぶんで多分いけるんだよ。ですごい精度がいいし、そこで周りの人にって言うから、いや精度がすごくいいし、統一教会のもそうだし、もうこんだけの中に入ってるから精度がすごい良くて、だからこの距離で調整したんでしょって言ったら、パクられたね。当の本人は精神鑑定で留置されてるのにね、パクられた新供述で、でこの写真の安倍さんを見るとパチンコ玉のような丸い弾丸を浴びた傷だなってもう言われたら、ああ確かにこの感じそうだよねって思うよ。で今言ったように血の方向ね、こっち側の方に多く飛んでるので、なので、こう正面がこうねえ、だからこっちからこう入ってこっちに行ったとしたら、それはここに出てこないし、だからこっからここに入って止まったっていうか、ここの浅かったらやっぱあれぐらい行くかなっていう、ここで止まってるっていうでしょ1個、こ
こっちのがこっちで見つかないということで、ここからがここで止まってるっていうから浅いよね。だからそれあのここの傷口が結構すごいことになってるから、であのピョンってピュッてこう返り血両方浴びてるけども、ここだよね。だうーんだこっちからこうガーってきた時に、ここに こうやってこっち側にこう浴びてるから、こっち側からこうなった場合にピシャって、まあ、確かにこうつくかなって、こう向いてこう来た時にピシャってこう、だあのここまで返り血が飛ぶってことは、やっぱり丸い弾丸で丸いパチンコ玉みたいので肉を壊してビシッて弾けて、あの血が飛ぶからここまで飛んでるはずなんだよ。ここら辺まで来てるから、ここら辺まで。でここがひどいんで、だからね、その血の方向からどっち側に行くんだろうなっていうね。まあさすがにドクターパパのあのペンペンペンだと、あれあの任天堂のあのあれっぽいようなピッチャーだからね。あの血がないからね、帰り血がね、まあ検証できないでしょうあれだとね。はい、まあちょっと皆さんねコメントね、バーレスクアリーさんね、お疲れ様の味、仮説崩壊仕切り直しか、最近いろんな方々がこの話について論破し始めてるよね。やはり司法解剖と奥島ドクターは別に考えなきゃごちゃごちゃになってくるなと思ったね。毎日毎日お疲れ様。そうだ、その司法解剖と奥島ドクターね、奥島教授、これをあの混ぜるのは危険なんだよ。で別々に考える。でその福島教授は困っていたね、だ前回の動画を見てください。ここら辺は1個前の動画を見てください、ね、で1個前の動画を見ていただいて、福島教授のフルバージョンをもう1回見てください。おじいが前の動画で言ってたことズバリだと思うから、記者とのやり取りキャッチボールとか見てみて、そこに困ってた。そして最後にちゃんと言ってるから、後からはね変わるかもってね、間違いない。そしてなにわ侍さんね、福島教授の説明を信じると心臓プチ貫きスナイパー説に従うと思いますが、元総理の倒れ方が触死状態であのようになるかどうかという点が疑問です。また当初の報道では倒れた後しばらく意識があったとのことでした。その辺について応急処置に当たった人からの情報も欲しいところです。このコメント見てあの拾ってまとめてあるので、次の動画でねまた出したいと思います。石川県ノーカット編見てきましたけど、不幸な偶然性と計画的自然性の狭間で迷子になります。やはり現場動画や情報整理で仕切り直しですね。はい、なので今回は仕切り直しなんです。それで、この方のコメントがちょうどあったので、いい機会なんで、一度この画像をねあの皆さんに見ていただいて、それでどのように見えますかということで、まああのパチンコ玉でもいけるんだよ、見るとね。弾丸、まあ、弾丸でもいけるかもしれないけど、まあちょっとその辺を皆さんと一緒に見ていって、それからこれを見た感じの見立てどうなのか、皆さんのコメントをねお待ちしております。でこれをあのダウンロードして、あの意見もいいけれども、その前にいい1個前の動画を見てください。1個前の動画を見ていただいて、福島教授の会見を見ないと、おじいの動画を見ないと、福島教授のあの会見を見てもわからない。1個前の動画の おじいのね解析を見てください。福島教授のこういう心理だったんだっていうね、それを頭に置いてみればズバリだから、それで見てください。順序がある、順序がね。だから本当はね、この前にね、
一般の方にね、あのメンバー制に公開してるでしょ。で一般の方に出すときに、あの、まあ、1日持っていけばね1万季節ぐらい軽くいくんだけど、あの5000回1万再生行ってから次の動画を、だ行ったらその次の動画出してやろうかなって考えてたんだよ今日朝からずっと。その、 あの解説も作ったんだけどオープンしてないけど、あの飛び飛びになるんだよね。だからこれを見てもらわないとここに繋がらないのに、ここだけポーンとかポーンって飛んだりするから、だからねおじいとしてはこれ繋がって見てくれないと、その同じ会見を見ても全く見方が違うから、だからどうしようかなと思ってるんだよ。あの5000回1万再生いかなかったら次の動画はメンバーズから一般に落とさない、うん、その方がね分かってくれる方が多いかなと思って、そうしないとあの津波食いだとね本当に分かんない、重要な部分伝えたい部分どこに、そうなんだよね本当。まあそんなわけで、まあ参った時は現場に戻るってことで、一回あの現場の安倍さんをね確認しましょう本当ね、とにかく真実を探そうね、たどり着こう、本当疑惑だらけだから、とにかくあの N 県警のもう疑惑だらけで晴れないからね、そんなわけで次は当時の応急処置した先生のお話いきたいと思います。あと AD の話しましょうかな、ちょっとね、はい、そんなわけでまだまだ続きます。最後までご視聴いただきありがとうございました。これ押しといてね、またね、バイバイ。